今日も令和4年度 JA 共催全国小中学生書道コンクール、上福の部の方を進めていきたいと思います。今日は小学生最後の学年6年生の課題、認め合う心、こちらを書いていきたいと思います。
では次回はこちらのポイント説明の方をしていきたいと思います。